ところが今日の相手チームの2人、これは大変に圧が強く、個性が強い、はい、もう、いわゆる見てるだけでですね、非常に圧倒されそうですね。はい、さあまずは有言法は芦名原が登場してまいりました。ビッグブザ、もう何度も放送の方でもご紹介してるんですけれども、この体当たり全然動きません、はい、このファイティングスタイルは最初見た時に山田さん、どうちょっと B クラスぐらいの選手じゃないかと思ったんですが、とんでもない実力派でしたね。そうですね、とにかくこの巨体でね、稲川、はい、の体の動きはいいし、とにかくあの運動感が素晴らしいですね、はい、ダイナミックな動きを徐々に見せてくるでしょう。それから技を決めるときのそのスピード、そうなんです、これも一流レスラーですね。つまりね、瞬発力ですよね、あの普段はあんまり無駄な動きないんですよ、はい、この力強いジャック、アシラ原が相手を抱え上げてボディスラムに切ろうとしておりますが、さあどうだ、滑るかどうか、ああ投げることはできません。パワーでジミースヌーカーにもっといかれそうになりましたけれども、いやアシラ原が今度は天竜にタッチでやります。さあ天竜が出てまいりました。大阪三冠統一戦、先週の放送でもご覧いただきましたけれども、大阪のファンもそれからテレビの前のファンも十分に夢の大一番を楽しんだのではないでしょうか。結果的には30分両者リングアウト、山田さんまずこの結果をどう思いますか。そうですね、まあ、結果的にはね、私はね、やや3分以上のところがね、はい、残ったんですが、というのはまあ勝負がつかなかったということでね、まあ、もうちょっと戦ってほしかったなという気持ちはありますが、試合内容についてはね、素晴らしいものだと思いますね。なるほど、はい、ブバに捕まって今度はジミースヌーカーを正面に見ました。この天竜、天竜の30分間戦ったレスリングについてはどうですか。そうですね、天竜選手はね、まあ、力いっぱいやったし技も出した、ただね、スタミナの上ではね、ブルージーがややね、まだ余力を残してたかなという感じがしますね、はい、でブルージーチームに聞いてみましたら、俺は1時間の時間平気だということははっきりしたんですね。そうです、ところがその話を天竜選手につけたら、俺だって1時間だというふうに言ってましたね。一方の三冠を成し遂げられなかったアメリカ代表ブルーザーブロディの30分間のレスリングはどう思いました。そうですね、ブロディはね、いわゆる大技を出したけれども、もう一つ二つ出したらよかったなと思うものを何かね、出さなかったのか、あるいは出せなかったのか、はい、ちょっとその部分がね、うん、ありましたね。そうです。ですから本人もやや心残りと、本当はもう一踏ん張りして三冠にという狙いをね、持ってたわけですよね。そうですか。ただね、天竜選手のあのキックはかなり効いたと言ってましたよ。天竜の試合がひとまず終わりました。今度は芦田原へのつなぎであります。天竜がまた出てまいりましたら、大阪決戦をもう一度山田さんに切ってもらいたいと思います。さあ芦田原、ビッグブーバー、どうもこの芦田原、あれですね、にわかにこの対輪島戦不運気をつけてきたような、そういう感じですがね。ですがね、この原選手のような動きの強い選手、はい、これが輪島選手とぶつかるとね、もう必ずいい試合になってますね。そうですか、ね、輪島選手ってやはりガンガン向かってくる相手にはね、はい、いい試合になりますよね。そうですね、自分からの仕掛けがまだね、はい、いまいちという感じがあるんですが、はい、向こうからガンガン来ればね、そこからありますからね。そうですね、今日の非常にいいファイトを見せた輪島、なぜ奮起を告げてきたかと申しますと、完全復活の輪島が天竜との一騎打ちをアピールしたんでありますが、しかし10年に早すぎると、この原選手が、俺と戦おうではないかという対決ムードを盛り上げたわけですね。そうですね、いわゆる革命軍としてはやはりトップにいるのが天竜選手です、はい、その、前の勝負ということで、原選手はなぜ俺とやれということですよね。そうですね、さあその芦田原とそれから天竜バリバリの攻撃、ダブルタックル、ジミースヌーカーをレッドコーナーで潰しました。さあ何を持っていった、すごい勢い、もうデッドミートライブですね。そうですね、まあ、形はボディーなんですが、まさに殺人になる、はい、でつまり支え上げた時に力に余力があるわけですよ、ですから十分力を貯めておいて、はい、キャンバスに無理通り叩きつける、叩き投げるという感じですね、はい、
山田さん、大阪決戦ですけれども、30分の戦いにおいて、ずっと見ていただいて、次に対戦すれば、どちらが強いか、勝てると思いますか、天竜とブルザドロビー。大変に難しい質問ですし、で、2年になりますが、どちらが勝っても不思議のないぐらい、実力的には接近しています。はい、ですから、その日、自分がなっている技を決めた方がね、やはり勝つんじゃないか、そういう答えじゃちょっとできないですね。ですから、この前の武道館における鶴田選手対ブルーザー・ブロディ選手、この対戦にしても、結果は鶴田選手の負けなんですが、鶴田選手にとっては、非常に不運な負け、あれ技の一つの賭けに失敗した、自分があまりにも大技に出したところが、自分の喉をロープで強打した、これがまあ大きなね、ミスになったわけですよ。そうですね。だけどまあ時のやはり運不運というのがありますね。そのインターナショナルヘビー級のリターンマッチはこの後ブロディ対鶴田戦を行われますが、インターヘビー級戦、鶴田が一つ屈辱して奪還してほしいと思います。そうしないと全国のプロレスファン待望の鶴田対天竜の三冠統一戦が実現できないことになるわけですからね。そうですね。非常にこの後のブルーザーブロディ対ジャンボ鶴田戦が楽しい、そして大きな賭けになってまいりました。相手はジミー・ブルーさん、この両者は川崎で DWF 世界タッグで対決いたします。さあジミー・ブルーさん、得意のカンフーサップを出てまいりました。カンフーサップ号です。それにしてもこのジミー・ブルーさんの上半身はすごいですね。まさにアポロですね。アポロですね。狙いは天竜原の DWF 世界タッグ。ジミー・ブルーさんからビッグフィーバーです。オーラリアットを倒すか倒すか、手を取って今度は有限法のコーナーに連れてまいりました。ダブルの攻撃でいくでしょう。ビッグブバ203センチあります。体重170キロ、なかなか大きな木、それを通すか。もうあのブルーザーズローリーに打ったようなローキックミドルキック、乱れ打ち天竜。さあスパークはヘッドバット、ブバ返す、2リフトを突き上げた。こういう細かい技もうまいビッグブバです、ね、このブバ大きいでしょ、はい、ですから天竜選手がねちょっと円錐やりにくいんですよね。そうでしょうね、さあこの位置で頭から当たりましたけれども、そのまま後頭部をキャンバスにめり込ませました。そして巨体を利して抑え込みに行きます。これもやっぱり一種の殺人なんですね。かなりインパクトがありますね。そうですね、大技です。ビッグバ、天竜選手がもし円錐をねやったとしても、浅くしか入らないね、相手が背が高いですよね、足が伸びきったでしょ、非常に難しいですよね。だから当てることはできない、打ち抜くっていうことができるかと、なおこの天竜、先ほどからお伝えしておりますが、アシラハラと組みまして、現在は PWF 世界タッグのチャンピオンでありますが、再来週の放送でお送りする川崎大会でブルーザーブロディ、ニュースメーカー組と対決、ここで再度ブロディと対決するわけですけれども、天竜のあの徹底したローキック攻撃の痛み、その辛さを忘れていないブロディ、そして死んだふりをして最強弾ニードロップの猛攻を受けて目の前がもう真っ白になったという天竜。タッグマッチでありますけれども、またまた川崎大会で死闘を展開するでしょうね。ありますね。ですからあのブロディとしてはね、絶対この前のね試合に満足してないので、今度はまた新しいね方法で攻撃してくるでしょうね。なるほどね、はい、またまた夢が大きく広がっていきます。ビッグブバがいい動き、豪快な技を展開。おお、スーパーフライ、とうとう飛んでまいりました。トップロープのリバウンドを利用しました。ちょっとスーパーフライにしてはまだまだこの程度ではありません。トップロープから豪快に飛びますからね。はい、今のやつはまだね中間距離ですからね。そうですよね。はい、ファンの間でスーパーフライジミー・スヌーカーがどれだけ飛ぶのか。これがいろいろと話題になっているようですけれども、6メートル四方のキャンバスの4メートルぐらいは飛んでいきますね。そうですね。さあスーパーフライジミー・スヌーカー、うわーっと回転して頬の裏側が天竜の喉元を突きました。ちょっと違う飛び方でしたね。そうですね、いつものあの体を反らせる飛び方ではなくて逆ですね。そうですね、一回転して、いわゆる相手に足で攻撃をかける。そうなんですね、はい、まあ、川崎決戦、世界 PWF 世界タッグの鍵を握る男はひょっとしたらこのジミー・スヌーカーかもしれません。
さあ天竜の動きがどうでしょうか。リーグズバが思って2位落としてまいりましたが、さあこれエンズイ見事に捉えました。エンズイが見事にリーグズバのエンズイを捉えた。さあダブルの攻撃、力いっぱい、ヒットマンなりやすと、ややグラップした、リーグズバグラップした、チャンスであります。さあチャンスだ、天竜とアズラハラ、イルミスボーターも入ってくる、ここはチャンスです。さすがの巨体リズムのまま頭を振っています。足元もフラフラだ。さあつなぎが速くなった、有限砲だ。さあダブルの攻撃でズバを倒した、サンドイッチ攻撃だろう、サンドイッチラリアット。さあ天井を向いたぞ、目が回っているズバ、まだ倒れない、とどめの一発は天竜か。正面からまずは体当たり、助走をつけて何でもってきた、おっと首の当たりを捉えました。またエルボ、そしてタッチ、強攻を交互に打ち分けています。天竜の攻撃、また一旦ロープに飛んだ。うわー、ラビアット、今度はズバのラビアット、反撃を振りました。そしてレッグドロップを落とします。アクラマン、ミニスルーターもここで飛び込んでくる。どうやら大きな山が訪れた。恐怖の権利なのは天竜とリズバ。もう一回エンズイ、もう一回エンズイ、場外ではスヌーリと